人生に解放の瞬間を、コメスクニコのミュージカルインザライフ。誰もそんなこと教えてくれないけど、一週間ぶりです。コメスクニコです。皆さんお元気でしょうか。本日は2月28日日曜日のミュージカルインザライフ。早いものでまあ、毎月言ってるんですけれども、もう2月も終わりですね。ついに卒業シーズンが参りましたね。もう2月が28日までしかなくて、3月1日はあれですよ、高校の卒業式で、でまた中学、小学校っていう風にどんどん卒業シーズンと修了シーズンが来るのですが、まあ、ちょっと一末の寂しさはだんだんどんどん大きくなっているんですけれども、まあ、新たな別れと旅立ちと出会いがある 3月に今からなるということで、はい、皆さん残り1ヶ月頑張っていきましょう。それではコメスクニコのミュージカルインザライフ、本日も約30分間どうぞお付き合いください。コメスクニコのミュージカルインザライフ。この番組はミュージカルという芝居、歌、ダンスが融合した総合舞台芸術について、沖縄で役者として活動するパーソナリティコメスクニコが紹介、発信していく番組です。改めましてこんばんは、コメスクニコです。宵の訪れを惜しむ日曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、本日は2月28日日曜日のミュージカルインザライフ。いやもう2月もとうとう終わってしまうということで、あ、これ収録しているのが2月16日、ちょうどそうですね、バレンタインデーの次の次の日なんですけれども、はい、という、なぜバレンタインの話題をしたかと申しますと、ですね、今日ご紹介しようと思っている作品が、ちょうど2月13日バレンタインデー前日に、地上波で放送されたオタクに恋は難しいっていう作品、本当に最近の2020年の作品をご紹介しようと思いまして、これ実はミュージカル作品なんですよ。映画の、ミュージカル映画の作品でして、原作は漫画みたいなんですけれども、漫画なんですけれども、結構ね、見てて一番最初に思ったのが、あ、すごいミュージカルになるんだってでしたね。なんかまあ、ミュージカルっていう要素を取り入れたら、どういう作品も多分ミュージカルになるんだろうなっていうのが私の考えなんですけれども、さすがに、なんだろう、このアニメオタクとかゲームオタクとかのを主人公にした恋模様を描く作品がまさかミュージカルになるとは思っていなかったので、最初、どんなもんなのみたいな思ってたんですよ。じゃあ、主演が高畑充希さん、ミュージカルでご活躍中の高畑充希さんと俳優の山崎賢人さんなんですけれども、この二人が主演をする作品で、ミュージカル作品っていうふうに聞いてたので、
どんな感じなんだろうと思ってたんですけど、ミュージカルでしたね一言で言えば。もう作り方というか、歌いながら踊る、もう2人も一緒に踊るって、まあ、バックダンスの方々も踊ったりしてっていう曲も何曲もありましたし、ソロの曲で自分たちのこういう心情とかを表している曲っていうの、バラードみたいな曲とかちょっと可愛らしい曲とかもいっぱいあったりして、で、やっぱり歌とダンス演技っていうのが融合って言っていいのかって言ったらちょっと硬いんですけど、もう混ざり合わさっていたので、あ、すごいミュージカルだなって思いましたね。はい、で、これね、私がどれから話そうかな、まあ、あらすじももちろんご紹介するんですけれども、最初高畑充希さんは いろんなミュージカルにご出演されてるんで、なるほどなって思ったんですけど、山崎賢人さんは正直演技、お芝居のイメージしかなくて、その前の経歴とか私失礼な知らないので、演技のイメージしかなかったん、お芝居のイメージが強かったんですけど、今回の見て、あ、すごい歌も歌える方なんだなみたいな思ったんですね。で、それぞれの曲っていうのはやっぱり面白いなって聞いてて、あ、うまいなって思ったりしたんですけど、エンディングの曲の声のバランスがね、お二人が歌ってるエンディングが、エンドロールの曲があるんですけど、それが素晴らしく、もうバランスが、声のバランスが素晴らしかったんですよ。で、多分音色、声の質とかが似てるのもあったのかなって思ったんですけど、お、なんだこれ、お、うん、なんかよくわかんないメモを自分でも書いてました。で、その前にこのエンドロール、エンディングの曲が流れる前に、なんか明らかにエヴァのパロディかなみたいな残酷な天使の訂正のパロってる曲なのかなっていう曲が流れて、これ大丈夫なのかって思ったりもしたんですけど、大丈夫なんでしょうね、映画になるくらいだから。で、その後に流れるそのエンディングの、とりあえず恋と呼ぼうっていう5分くらいの、とりあえず恋と呼ぼうっていう5分くらいの曲があるんですけれども、それがもう素晴らしかったので後で流したいと思います。あ、どうしようかな、今の流そうかな、うん、そうし、じゃあ今は流しますね。あ、 やっぱ後でやろう、後でやろう、一旦ちょっと早いんですけど CM を挟んで後半に行きたいと思います。78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。それでは後半に行きたいと思います。私前半でこういう作品を今日は紹介しますって言って、作品名だけ紹介して丸投げしたんですけど、はい、改めて今日ご紹介するのは、オタクに恋は難しいっていう2020年、放映されたミュージカル映画、漫画が原作のミュージカル映画となっております。で、ですね、まずストーリーがどんなものかと言いますと、これ公式のネットのあれサイトにあるのではい、そちらもご参照いただければと思います。まず読みますね。ストーリー、
26歳 OL の百瀬成美は転職先の会社で幼馴染と二藤博隆と再会する。ルックスがよく仕事もできる博隆は実は廃人クラスの重度のゲームオタク。そして成美もまた漫画アニメ BL をこよなく愛する隠れ腐女子であった。周りの人々にオタクだとバレるオタバレを何よりも恐れている成美はその本性を隠しており、真実の自分をさらけ出せるのはオタク友達の広隆の前だけ。会社が終われば二人はいつもの居酒屋でおたばなしに花を咲かす。男を見る目がないことを嘆く成美に対して広隆はオタク同士で付き合えば快適なのではと交際を提案。こうして二人はお付き合いすることに。お互い充実したオタクカップルライフを始めるはずだったが、時に恋愛とは我慢妥協歩み寄りが必要なもの。恋愛不適合な2人には数々の試練や困難が待ち受けていたっていう作品にのストーリーになっているんですけれども、この高畑充希さん扮する成美っていう女性と山崎賢人さん扮する弘隆っていう人が主人公となっていますね。で、なんか結構純愛かなではないと思ってたんですけど、結構ギャグ要素が面白いなって思いました。で、まず告白の仕方がなんか、俺だったらおたばれせずに付き合えるから楽なんじゃないみたいな話になって、でも決定だが俺だったらフェスの売り子としてコミケに同伴可能です、かっこ付き合いませんかみたいな、で採用かっこいいよみたいなのを、これ公式サイトに載ってるんですけれどもっていう、なんかすごいオタクがだけが理解し得る告白の仕方をしておりまして、でそれから手を取って走っていったらいつの間にか昼になって、すごいオープニングナンバーみたいなのが始まるみたいな みたいな感じになっていくんですけれども、なんかもうすごいオタクというかこの腐女子の描写が結構すごくて、この成美、主人公の成美っていう女性がBL 漫画を同人誌で書いているところの描写だったりとか、すごいなんていうのかな、こういうカップルを見てめっちゃ興奮してるのとか、アニメイトだったかな、なんかに駆け込んでいく描写とか結構いろんなのがあったりするんですけど、この広隆っていう男性、このルックスも良くて仕事もできるけど、できるで実は廃人クラスのゲーマーの広隆っていう男性がいるんですけれども、この人がまず好きっていう言葉を言ってなくて、なんかこのさっきの売り子としてコミケに同伴可能ですっていう告白と採用っていう OK っていう了承の言葉で付き合うことになったけれども、なんかいきなり付き合うことになって成美もどう接したらいいかわからないみたいな、今までゲーム友達でもう普通に当たり前のように友達として接していたけれど、いざ彼氏になるとどうすればいいんだみたいな感じで、そもそもこの2人再会したのが成美の転職先に広隆が社員として働いていたっていうところなんですけども、このめっちゃ広隆から逃げ回って一日の間ずっと逃げ回っていたら、広隆がエレベーターの前で壁ドンするみたいな、すごいなんで避けるんだよみたいな感じで壁ドンするっていうすごい設定とかがあったりして、でその時にだから何だったかな、成美が好きって言ってんだろって言って、言われてないわ、そういや言ってなかったみたいなそういう描写とかもあって、
ちょっと笑えるところもいっぱいあるんですね。で、なんかもうコミックマーケット、でっかいフェスティバルみたいなのがあるんですけど、それに行って、でなんかもうそれを行って参加するためにというか、なるみはそこに出す同人誌を作っていたりするんですけど、その BL、 男性同士の恋愛模様を描いた BL を作っているなるみに、なんかむしろ頑張ってって言って、トーン張り終わってないとか言ってるなるみの手伝いをするひろたかっていう男性がいるんで、男性なんですね。だからなんかすごい、このなるみをあるがそのありのまま受け入れて応援する、 そんな成美が好きなんだっていう、広隆との恋愛模様だったりとか、そういうのがすごい面白い作品となっております。で、まあ、これは後ででいいや。ちょっと言いたいことが一個あったんですけどそれはまあエンディングで言えたら言うことにしようと思います。で、これからと流したい曲がいるんですけれども、さっきめっちゃ前半で押したエンディングの曲、とりあえず恋と呼ぼうっていう高畑充希さんと山崎賢人さんのデュエット曲があるので流したいと思います。すごいハーモニーというか声のバランスがね、とても素晴らしいので、ぜひ耳を傾けてみな見てください。それでは、オタクに恋は難しいより高畑充希、山崎賢人でとりあえず恋と呼ぼう。
78.0 FM Naha. Your radio station.コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はそろそろお別れの時間になってしまいました。今日は、2020年放映のミュージカル映画オタクに恋は難しいっていう作品をご紹介したんですけれども、後半の最後で流したデュエット曲、デュエットソング、いかがでしたでしょうか。いやね、ちょっと綺麗って最後の最後で、あ、いいわって思っちゃったよね。ただなんかこのアニメじゃない映画ですね、あのこの山崎賢人さんが演じる広隆っていう男性が歌う僕に何ができるのだろうっていう歌があるんですけれども、あれね、あのなんて言うんだろうな、この高畑充希さん演じる成美が、あの次のコミケのプロットを書いて、楽しそうに書いている姿を見ながら、あの歌う歌なんですけど、なんかもう歌ってる時の格好がですね、指を組んで、でその指の上に顎を乗せてる状態で歌ってたんですよ。だからあのよくドラマの社長とかがこう考えてボソッと何かを命令する時にする、あの指の組みと顎の乗せの状態で歌ってたので、いやこれ物理的にきついんじゃないかなって思って、そこだけはね、あのちょっともうちょっとあったやろって思っちゃったんですけど、それが本当にツッコミどころだった以外は本当に楽しい作品、なんかもう、あ、こんなことあるよねみたいな、なんだろう、好き同士にだんだん好きになっていくみたいな過程が見れる面白い作品だなって思いました。ということで、コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はそろそろお別れの時間になってしまいました。この番組はラジオ FM 那覇 78.0MHz、 リスラジ、そして YouTube の FM 那覇のチャンネルより配信しております。ご質問やご意見ご感想などがありましたら、780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。ではでは、コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はこの時間でおいとまいたします。お相手は私、コメスクニコでした。 Thank you for listening. Good night and sweet dreams. よかったら、オタクに恋は難しい、ぜひぜひ見てみてください。